1997年の阪神タイガースでは、1997年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1997年の阪神タイガースは、3回目の吉田義雄監督体制の1年目のシーズンである。前年2年連続の再位に終わった阪神は、1985年の優勝監督、吉田義雄を再び監督に招聘し、ヘッドコーチに、 OB の一死周兵を迎えるなど首脳陣を一新。吉田監督は復帰後、縦島のユニフォームを横島にしても FA 宣言した、清原和弘の獲得に全力を注ぐものの、失敗。それでもマイク・グリーンウェルを3億円で獲得するなど、開幕前は A クラス候補に挙げられた。しかし、肝心のグリーンウェルが、なかなか来日しない、もう一人の外国人野手、フィル・ハイアットも、 なかなか調子が上がらないなど誤算が相次いだが4月は11勝11敗の5分で終了。5月にようやくグリーンウェルが来日し、名前の通り GW に活躍するも巨人戦で自打球を当ててしまい、神のお告げ発言で帰国。球団は急遽、前年中日で29本塁打放ったダネル・コールズやリード・シー・クリスト、ボブ・マクドナルドの3外国人を補強した。 グリーンウェルがいなくなったチームは、投手陣が踏ん張って6月まで3位と検討し、7月以降の反抗が期待された。しかし夏場に大きく負け越したのが響き最後は巨人に抜かれて故意に転落。投手陣では湯船、敏郎、矢部圭一、川尻哲郎などがローテを守ったものの打線の援護に恵まれず、矢部、川尻は揃って、防御率3点台ながらも2桁敗戦を喫した。 打撃陣も、和田豊が開幕から21試合連続安打の活躍を見せるなど打率を3割に乗せ、平塚勝弘、新庄剛、檜山新次郎も2桁本塁打と活躍したが、新庄、檜山は、それぞれ103審以上を記録するなど低打率に、あえいだ。チームも1992年以来の A クラス復帰は、ならなかったものの、3年ぶりに再開を脱出し、 翌年に期待が持てるシーズンとなった。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談色付きは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。